はい、こんにちは。物理数学の授業を始めます。今日は特殊関数についてもう少し見ていきましょう。ちょっと復習すると、まあ、この3つの条件があった場合ですね。で、その時には、こういうものっていうのが、N 字の多項式で、かつ直項多項式になるということを、勉強してきました。で、例として、ルジャンドル多項式、見てきましたよね。で、もうちょっと見ましょう。次は、ラゲール多項式です。どういうものかというと、区間が0から無限大。重み関数はこういうもの。e のエクスポネンシャルマイナス x です。で、この時、こういうふうに計算できますから、ロドリゲスの公式に、ぶち込むと、こんな感じになります。で、これがラゲール多項式ですね。さて、こいつは、水素原子の同系方向の波動関数などに、まあ、出てきますね。あとでちょっと見ましょう。で、それから直項多項式が満たす微分方程式っていうのはこういうもんだっていうことを、この前見ました。で、例えば、ルジャンドル多項式っていうのは、まあ、こういう条件だったので、こういう、微分方程式を満たしますし、それから、ラゲール多項式はこういうもんだったので、もう自動的に、こういう微分方程式を満たすっていうことがわかります。で、母関数も勉強しましたね。で、さっき見たように、結構複雑な形をしているんですが、その多項式自体は。ただし、母関数を見ると、割とすごくシンプルな簡単な形をしていることが多いわけです。で、ルジャンドル多項式の母関数はこんなやつでしたね。で、ラゲール多項式の母関数っていうのは、まあ、こういう形をしています。で、ルジャンドル関数についてですけれども、復習しますと、まあ、例えばこういう電荷分布をしているものの、スカラポテンシャルですね。どういうふうに計算できるかっていうのを勉強してきましたが、まあ、こういうところですね。それにはこういうものが出てきて、これは、この母関数のところを見てやると、こんなふうに展開できると。ルジャンドルの、関数がここに出てくることが分かりました。だから、こんなような式が出てくるような物理系で出てくるだろうっていうことが予想できます。なので、ちょっと見ましょうか。まあ、例えば重力ポテンシャルなんてもういきなりそれですよね。で、例えば、赤道半径をこの大きな R にしましょう。で、地球中心からの距離をこのちっちゃな R とします。そうすると、まあ、計算するとですよ。さっきのこれを展開していけばいいだけなので、やってってやると、こんな風に出てきます。これが一番上のところですよね。いわゆる点だと思って、まあ、十分遠方から見た時の重力、いわゆる重力ポテンシャルですね。その次のオーダーからは、このように、ルジャンドル多項式で展開できます。で、当然ですね、人工衛星とかは、そんなめちゃめちゃ遠いところを飛んでるわけじゃないんで、まあ、こういうふうに展開できるわけです。で、実際人工衛星の運動からですね、この AN っていうのを計測することができて、まあ、今どこまで行ってるかわかりませんが、A4 くらいまで計算できてるっていう段階の話は聞いたことがあります。で、ちゃんと N が20くらいまで計算されていると。多分今もっと計算されているんだと思います。で、しっかり測んないと、あれですよね。きっとその、誤差。なんだろう。自動運転とかやるときには、多分すごくそういう精度が問題になってくるんでしょうね。この展開のもっといい精度が、問題、必要となってくるんだと思います。じゃあ、例えばこの円環上に電荷が分布していた時の静電ポテンシャル。まあ、この例はあんまり面白くはないですが、そんなも簡単に計算できます。こんな風に、やっぱりルジャンドル多項式が出てくるわけですね。じゃあ、例えばここにこう電流、円電流が流れていたとしようと。その時に作られる、この誘導磁場、磁場が作られるものはどんな風になっているかと。で、これも、まあ、計算することができて、これ、同系方向と、シータ方向ですね。その磁場はどういうふうになっているかっていうと、やっぱりルジャンドル、多項式で、表すことができます。で、こっちに出てくるやつは、ルジャンドルの倍関数ですね。
さらにルジャンドルのさらにこう微分したような形で書かれる。ルジャンドル倍関数が出てきます。球面調和関数を見ておきましょうか。球対象のポテンシャルに対する時間を含まないシュレディンガー方程式。まあ、水素原子のスペクトラムとかを計算するときに必要になってきますよね。で、この波動関数っていうのは、まあ、このように動径方向と球面調和関数のようにですね、この、変数分離できるんですね。これ、極座標を表示してやると。で、まあ、こっちのことを球面調和関数と呼んでいます。で、二つの、まあ、二つにこう分解できたので、この y に対する微分方程式。それはこういうふうになりますね。それと r についての微分方程式。まあ、これを2つの微分方程式に分解できるわけです。で、こっち、y について。まあ、その、動径方向じゃない方。球面方向ですね。について見てやると、それはこういう方程式になっていて、これの解がこの球面調和関数です。で、その中にこのルジャンドルの部分が、ルジャンドル倍関数ですね。がこうちゃんと入ってきています。じゃあ、動径方向はどうかというと、こっちですね。R に対する方向。で、ここにラゲール関数が出てきます。で、こんな風になったでしょ、覚えているかな。で、これは、結局どういう風に解けるかというと、このラゲールの、倍関数。ラゲールに、さらにこの微分で作ったような、このラゲール倍関数が出てきます。さあ、最後にベッセル関数について、コメントしておきましょう。これまた有名なやつですからね。第一種のベッセル関数の母関数っていうのはこんなやつです。これを展開していった時のこの係数。これが第一種のベッセル関数の、ベッセルになります。まあ、こんなやつですね。こんなやつ。第一種のベッセル関数です。で、整数 n を複素数 μ に拡張して、この n っていうのもですね。それで、この j、このベッセル関数っていうのを定義することができます。まあ、単にこう拡張しただけですね。複素数まで拡張しました。で、こいつは微分方程式、こいつの、ベッセルの微分方程式の一つの解です。で、もう一つの解はというと、どうかというと、この μ が整数でないときには、このマイナス μ っていうのがもう一つの独立な解です。2回の微分方程式ですから、2つ解があるはずですね。ただし、μ が整数のときは、これ独立じゃないんですね。で、もう一つの独立な解っていうのは、まあ、天下り式ですが、こいつです。これが第2種のベッセル関数と言われているものです。で、ちゃんとですね、この μ を n の極限に、複素数を n のリミットに持っていくと、これ定義できるので、だから μ が整数でも整数でなくても、こいつをですね、この第2種の、ベッセル関数を、が2つ目の独立な解と標識しておいてもいいわけですね。で、ベッセル関数が物理に出てくる例、まあ、いろいろあるんですけれども、二次元のラプラシアンの固有値問題っていうのはそれで、一つはそれです。こんなやつ。これの固有値問題に出てきます。例えばだから、この無限に長い、なんか、円柱の管の中の電磁波とか、それから、まあ、丸い太鼓の振動、それから円盤内に閉じ込められた粒子のシュレディンガー方程式なんかを考えるときに出てきます。まあ僕は余剰次元理論なんかをやっているんですが、その時にランドールサンドラムっていう話があって、模型っていうのがあって、それをやった時にベッセル関数が出てきますね。さて、この回転対称性があるので、極座標を取るのがまあ便利ですよね。まあ明らかにこの円だったら、極座標を取った方がいいですよね。なのでこうです。で、極座標のラプラシアンはこうですね。で、このファイに関する固有関数っていうのは、まあ、こうですよね。まあ、普通に考えてこのようになっています。なので、固有関数は、R、この大きな R っていうのを、まあ、R だけの関数として、このように書くことが、
まあ、書いたらいいだろうと思われます。で、このプサイっていう波動関数は原点で滑らかっていう条件から、まあ、こういう条件を満たさないといかんと。まあ、原点で滑らかでありなさいということですね。で、まあ、実際にこいつを代入して整理して、まあ、この形になっていることが、正当性があればいいわけですから、こいつを代入して整理してやると、まあ、このようになります。R に関してですね。で、この R について、このローっていうのをこのように変換してやると、新しくローという座標を作ってやります。R っていうやつだったんだけど、このラムダロ、ラムダ、ルートラムダで、なんかこう、ノーマライズしてやると。まあ、物差しを変えたわけですね。そうすると、ちょうどこのベッセルの微分方程式が出てきます。で、独立な2つの解は、例によって、この第1種と第2種ですよね。で、このうちの Y の方、この Y の方っていうのは原点で滑らか条件を満たさないので、この J の方が解になっています。だから結局この R っていうのはこうかけると。これが解ですね。で、円盤の端で0になるという条件を考えましょう。まあ、円筒管の電磁波とかでもそうですよね。端で0。太鼓の振動でも、丸い太鼓の振動でも、この円盤の端で0になるっていうのは、まあ、いかにもありそうなことです。その円盤の、円盤の、なんだ、直径を A としましょうか。そうすると、こういうことが必要になってきますね。で、ベッセル関数が0になる点の様子っていうのは、まあ、知っておく必要がありますよね。まあ、この0、例えば N が0、1、2の例をここにちょっと書いてみます。まあ、山口さんのノートからもらってきたわけですけれども、こんな風になっていて、まあ、大きくなって遠く離れていくほど密になって増えていく感じです。X が0以上のところで、よりも大きいところで無限個の0点が並んでいます。で、小さい順番に AN1、AN2、AN3 というふうにこの0点のことを言っていくと、まあ、この条件ですね。この条件から、このラムダについてのこういう飛び飛びの、ものが出てくるということが、まあ、こういう振動がわかるわけですね。なので、対応する固有関数っていうのはこのようになると。ということがわかります。はい。では次回もいろいろ勉強していきましょう。それでは。